クルトザックスは、ドイツ出身のアメリカ合衆国の音楽学者。近代楽器学の創設者の一人で、エイリー・ヒフォン・ホルンボステルと共に、ザックス・ホルンボステル分類という楽器分類法を考案したことで知られる。ベルリン出身。幼い頃から、ピアノ、音楽理論、作曲を学んだが、ベルリン大学では、美術史を専攻し、1904年に、 アンドレア・デルベロッキオの彫刻についての論文で博士号を取得した。当初は美術史家として活動したが、すぐに音楽学に転校し、国立音楽アカデミーの歴史的楽器コレクションの館長に任命された。彼は献身的に楽器の復元にあたり、楽器学者としてのキャリアを開始した。1913年、楽器辞典を出版した。 これはそれまでの200年間の楽器の最も包括的な研究と言える。翌年、エーリッヒ・フォン・ホルン・ボステルと共に民族学雑誌に新しいシステムの楽器分類法を発表した。これがザックス・ホルン・ボステル分類である。ザックス・ホルン・ボステル分類はたびたび改定されたものの、現在でも音楽民族学と楽器学の分野で最も広く、 使用されている分類法である。1933年、ナチス政権が成立すると、ザックスはユダヤ人であったため公職から追放された。彼はパリを経てアメリカ合衆国に逃れた。アメリカでは1937年から1953年まで、ニューヨーク大学の教団に立ち、また、ニューヨーク公共図書館の学芸員も務めた。 1940年には楽器の歴史を出版した。これは世界の楽器の包括的な研究として最も重要な本の一つである。その他にもリズム、舞踊、古代の音楽に関する著書を残している。これらはいくつかの点で現在の研究にとって変わられているものがあるが、まだ研究には不可欠な書籍である。1956年、ベルリン自由大学から 名誉博士号を贈られた。また、ベルリン楽器博物館のコンサートホールに彼の名が付けられた。1959年、ニューヨークで死去。1983年、アメリカ楽器協会は、クルトザックス賞を創設した。ありがとうございます。